群馬県道62号沼田大間線は群馬県沼田市から緑市に至る県道である。本県道は赤城山の北側に位置する沼田市と山の東側に位置する緑市大間ま地区を連絡する道路である。赤城山周囲のうち今朝丸山一帯との間の山岳地帯になっている北東側を抜けることのできる唯一の車道である。群馬県北部から交通網の整備された 群馬県東部へ抜けられるだけでなく、国道1 2十号近世道路の冬季閉鎖期間は、群馬県北部と栃木県日光市とを連絡する、最大経路にもなる。群馬県北部の利根郡と赤木山南方を取り巻く瀬田郡の東部で、渡らせ川筋に近い地域を短絡する道筋は、赤木山とけさ、丸山の間の低い位置にある小出や峠を経由する、コント市道と呼ばれる。 人歩道が古くから存在しており、人の背や牛馬を用いての農産物や、養蚕関連の輸送が行われ、沿道のネリや南郷といった集落は宿場となっていた。車道として整備されたのは明治末期以降で、当初は群馬県の県貴支弁の理道として整備が進められた。その後も整備改良が進められたものの、 途中が過疎地帯であるため、1から1.5車線の共愛路が長く続くのみならず、豪雪地帯である群馬県北部の山岳地帯を経由する条件から、陶器の積雪、凍結が著しく、陶芸区間の陶器閉鎖を余儀なくされていた。1990年代以降、緊急地方道路整備事業の対象となって、トンネル掘削、新規架橋を伴った。 大規模改良工事が急速に進展した。本県道の単独区間は約 40km と長く、近年山岳区間でのトンネル改作などのバイパス化進展で通年通行可能な整備が進められたが、沼田市と根町日陰南郷から、桐生市黒骨町市も田沢の区間はアップダウンやカーブの連続でなおかつ道幅が狭いなど条件の悪い区間が残る。また、 大正時代以来の路線付け替えも多く、途中の練り南号間では、英林所の軌道跡を利用した区間もある。道の駅、編集トンネル、編集沼田市、上野町交差点剣道1号の起点でもある。写真奥方向が、剣道62号、写真右方向が、国道120号、国道401号、剣道1号、写真左方向が、国道120号、 国道401号、写真奥方向方向が主導である。緑市、大間町六町お目交差点県道69号70号の、起点かつ県道73号の終点でもある。写真奥方向が、国道122号、国道353号、県道62号、県道70号。写真右方向が、国道122号、国道353号。 写真手前方向が剣道69号、写真左方向が剣道73号である。ありがとうございます。